パイクを持って更新する現代の仮想行列パイクは、15世紀から17世紀に、掛け、不評用の武器として、大気兵、大不評と幅広く使用された槍の一種である。4メートルから7メートル程度の長い柄に25センチメートルほどの木の養生の刃がついており、重量は3.5から5キログラム。パイクの名称は15世紀、フランス語でピケと呼ばれた。 不評用の槍の英語発音に由来する。プッシュオブパイク、16世紀初期の堀り板印刷パイクを持った不評は主に隙間なく密集法人、または応対を組んで前進し、不評に対してはプッシュオブパイクによって、騎兵に対しては槍ぶすまを作ることによって対抗した。プッシュオブパイクとは肩の高さでパイクを保持し、 小さな月で牽制しながら、互いの体が接触するまで前進する戦闘方法で、接触後は、白兵専用武器と押し合いを併用した戦闘が行われた。通常、どちらかの隊列が崩壊するまで継続され、多くの死傷者を伴った。パイク兵の主任務は突撃してくる騎兵や、不評の迎撃だったが、しばしば味方の意見や、騎兵の援護、 撤退する味方の支援などに当たった。パイクはこのように幅広い用途に用いられ大変効果的だったため17世紀後半までは主要な不評用武器だったが銃剣の発明によりいてが近接戦闘も行えるようになると完全に姿を消した。マケドニア王国においてサリッサというパイクに似た調装が使われていた。アレクサンドロス大王のマケドニア軍では 軽装のマケドニア式ファランクスが装備した。大王の死後、サリッサは、さらに長くなり、弱点であった、機動力はさらに低下した。援護する騎兵や、熟練兵の減少もあって、共和制ローマが台頭すると、ローマの投げ槍と、クラディウスで武装したレギオンに対抗できずにほぼ姿を、消した。15世紀初頭まで、スイス兵は主に、ハルバードや、バトルアックスで戦っていた。 しかしこうした武器は、騎兵のランスに対してはあまりにも短く、下馬騎兵の集団を相手にした場合フルであった。1422年6月30日、傭兵隊長カルマニョーラの指揮する下馬騎兵を相手に、したアルベドの戦いでは、一時、ルゼルン市参事会議長が降伏の印にハルバードを地面に突き刺したと言われるほどの苦戦を強いられ、その後の同盟会議において、 ハルバードを中心とする戦術の見直しと、パイク中心戦術への転換が決定された。行軍の際に引きずらなければならないほどの長大な、パイクの操作には相当な訓練時間を要し、また移動にも制限を敷いたが、密集体系に、それまでとは比較にならない強さをもたらした。スイス兵は主に、フランスで傭兵として雇われ、パイクも西ヨーロッパ中に広まった。 スイス傭兵を大量に採用したフランス軍は西欧地域においてスペイン軍に次ぐ陸軍大国として君臨した。火器が発明されてもその重要性は変わらずマスケット銃を装備した部隊は装填や体型の変更などの間パイク兵の援護を受けねばならなかった。ビザンツ帝国や中国の諸帝国では古代以降も中世、 金星まで連綿と長江の槍が使われ続けた。17世紀末、フリントロック式のマスケット銃が広まり、銃剣の使用が実用的になったことで、銃兵は独力で、近接戦闘が可能になり、完全にパイクは銃剣にとって変わられた。一方で、第二次世界大戦中のイギリスでは、物資の不足から、広報部隊であるホームガードに、ウィンストン・チャーチルの提案で、 ホームワードパイクが支給されたこともある。http://bcw-project.org スラッシュミリタリースラッシュユニッハット h t t p w w w g e r a r d s o r g u k スラッシュパイクット h t m l ハット abc グラスミラー。 戦場のスイス兵1300-1500新機嫌車、オスプレメイメンアットアームズシリーズ。ありがとうございます。